モーリッツ・モシコフスキー。モーリッツ・モシコフスキー。モリッツ・マスコウスキー。1854年8月23日。ブローツワフ1925年3月4日パリは、ポーランド出身のユダヤ系ピアニスト、作曲家、指揮者。ポーランド5名マウリッツ・モシコフスキー。モリシー・マスコウスキーで、モーリッツとは、そのドイツ5名。ポーランドの地は、父方から受け継いでいるだけであった。 今日では、あまり有名とは言えないが、生前は、高い尊敬と人気を集めたピアニストであった。また、ピアノレスナーが、ショパンのエチュードの導入などに習う、15の熟練の、ための練習曲1 5ゥーズでバッチシティ作品72の作曲者として、なお知られている。彼の兄であるは、ベルリンの著名な作家、風刺家だった。プロイセン王国のブレスラウ。 ゲンポーランドのブロツワフに生まれる。一家は1852年にザビエルチェにほど近いピリカからブレスラウに移り住んだ裕福なユダヤ系ポーランド人である。当時多くのユダヤ人が出自を明らかにしたがらなかったのに対し、モシコフスキは熱心なユダヤ教徒であった。彼はまだほんの幼い頃から早くも才能を示すようになり、1865年から家庭で 音楽教育を受け始めた。その後、一家はドレスデンに移り住み、彼は音楽院に入学して、ピアノの修行を継続した。1869年には、ベルリンへ向かい、まず、ユリウス・シュテルンのシュテルン音楽院で、エドアルト・フランクにピアノを、フリードリ・ヒキールに作曲を指示、続いて、テオドール・クラクの新音楽アカデミー、ノイエ・アカデミエデア・トンクンストにおいて、作曲を、 リハルトビュルストに、還元楽法を、ハインリヒドルンに指示した。兄弟子に、クサバーとその兄、フィリップのシャルベンカ兄弟がおり、二人とは親しい、間柄となった。1871年には楽の勧めを受け音楽アカデミーの教員となり、バイオリニストとしての成功を目指してその、還元楽団の第一バイオリンで演奏することも、あった。1873年に、 モシコフスキは初めてピアニストとして成功を収め、間もなく近隣の都市を順延して経験を積むと同時に名を上げてゆく。2年後には彼は町根で自作のピアノ競奏曲の2代のピアノへの編曲版をフランツリストと共にリスト自身によって招待された聴衆を前に演奏している。1875年からベルリン音楽院で教員を続けながら 多くの教え子を取った。フランクダム・ロッシュ、ホワキン・ニン、アーネスト・シェディング、ホワキン・トゥリーナ、カール・ラッチムンド、エルンスト・ジョナス、エルンスト・ジョナス、ビルヘルム・ザックス、ビルヘルム・サックス、ヘレネ・フォン・シャック、ヘレネ・フォン・シャック、アルベルト・ウルリッヒ、アルバート・ウルリッヒ、そしてヨハンナ・ベンゼル、ヨハンナ・ウェンゼルである。そしてモシュコフスキは、ヨーロッパ中を演奏旅行して回り、結出した。 ピアニスト、素晴らしい作曲家として、名声を得ると同時に、指揮者としても一目置かれるようになっていった。彼は1884年に、ピアニストで作曲家のセシル・シャミナードの妹である、アンエッタ・シャミナード、ヘンリエッテ・マイナスと結婚し、マルセル、マルセルという息子とシルビア、シルビアという娘の二人の子供を設けた。1880年代半ばまでに、モシコフスキは、 腕の神経の異常に苦しむようになり、リサイタルを行うことが次第に難しくなっていった。代わりに彼は作曲、教育、指揮活動に力を入れるようになる。1887年には、ロンドンに招かれ、そこで彼は自作の管弦楽曲の多くを紹介する、機会に恵まれた。彼は、ロンドンで、ロイヤルフィルハーモニック協会の会員に認められる、名誉に預かっている。 三年後、妻が彼の元を離れて、詩人のルートビヒフルダに連れ添うようになり、二年後には二人は離婚することとなった。1897年、富と名声を手に入れていたモシコフスキは、パリに移り住み、ブランシェ通り、リュ・ブランシェで二番目の妻と娘の三人で暮らした。パリでの彼は、教師として引っ張りだこであり、いつでも野心あふれる音楽家たちのために親身に時間を割いた。 パリでの彼の教え子には、ブラドペルルミューテール、ワンダランドフスカ、1904年に、アンドレ・メサジェの助言に従い還元落法の、個人レッスンを受けに来たトーマス・ビーチャム、モシコフスキをして彼が人から教わるべきことは何も、ないとことしめたヨゼフ・ホフマン、そして非公式な指導ながらも、ギャビー・カサドッシュがいる。夏には、フランスの小説家で詩人であったアンリ・ミュルジェールの、所有する、 モンキニ近くの別荘を借りた。1899年には、ベルリンアカデミーの教職員に選任された。彼は何度も、アメリカのピアノ製造会社に招かれて、ピアノの宣伝を頼まれたが、いくら報酬を積まれても依頼を断り続けた。1908年、54歳の時、モシコフスキは、健康状態が悪化し始めたため隠居していた。 彼の人気は陰りを見せ、また経歴には暗雲が立ち始めていた。彼は作曲の弟子を取るのを止めてしまった。その理由はこうである。彼らは頭のおかしい芸術家のように作曲をしたがるんだ。スクラービニやシェンベルク、ドビュッシー、サティみたいにね。1910年には二番目の妻もまた娘を連れて、彼の元を離れ、彼の親友と一緒になってしまう。 モシコフスキはこの私生活の悲劇から、ついに完全に立ち直ることはできなかった。晩年のモシコフスキは貧困にあえいだ。すべての著作権を売却したのと、ドイツ、ポーランド、ロシアの交際に継ぎ込んだ財産が第一次、世界大戦勃発により失われてしまったからである。彼の教え子である二人、ヨゼフ・ホフマンとベルンハルト・ポラックが彼を援助した。 中立ちとなって、モシコフスキのオペラ、ボアブディルボブディルの新たなピアノ編曲版をライプツイーのペータース社に送ることで、ポラックは、印税と誤魔化した1万フランと1万マルクの贈与、またホフマンからの寄付1万マルク及び彼自身が、拠出した5000マルクを書き集めることができた。1921年12月21日、病と借金区にあえぐモシコフスキを見かねて、 彼の友人や支援者が彼に代わって、カーネギーホールで、社音演奏会を開催した。ステージには15台のグランドピアノが並べられ、それを、オシップ・ガブリロビッチ、パーシー・グレインジャー、ヨゼフ・レ・ビーン、エディ・ナイ、ビル・ヘルム・バック・ハウス、ハロルド・バワーらが弾き、フランク・ダム・ロッシュが指揮をした。一方、パデレフスキは、電報で、謝罪の意を伝えた。 コンサートの興行収入は 13,275US ドルとなり、一部は、モシコフスキを資金難からすぐに救うためにナショナルシティバンクオブ、ニューヨークへ移され、また、メトロポリタン生命の年金に加入することで、生涯年間1,250ドルが受け取れるようにした。しかしながら、モシコフスキの不調が良くなることはなく、彼は、同年3月4日、 支給された年金が手元に届く前に、遺んでこの世を去った。得られていた資金は、代わりに、彼の葬儀費用に充てられ、また妻と娘に送られることになった。モシコフスキの演奏の華麗さ、バランスの良さ、明晰さと彼の技術の完成度は、ヨーロッパのどの都市においても批評家たちを熱狂させた。にもかかわらず、彼の音楽は、大味しさを書き、 エメシーも評されている。彼は当時出回っていたピアノのレパートリーにであれば何にでも乗じていたが、彼がより賞賛を浴びたのは自作の演奏においてであった。彼の演奏会をサロン向けの楽曲はしわたたく間に流行となったが、彼は舞台やコンサートホールで演奏されるような大規模な作品でもマットな評価を得ていた。モシコフスキは修正その上品さの殻を破ることは、 なかった。彼は一人でいるのを好んだ。しかし、才能ある若者が助けを必要としている、真面目にやっているのに、目が出ない、芸術家が成功するの力を貸してほしい、などという話が舞い込んだ際には誰よりも、親身になれる人物であった。彼は大変な多作家で200曲以上のピアノ商品を残しており、彼はそれらの作品によって知られる存在となっている。初期の、 セレナーデセレナードアップ十五は世界的に有名で、愛、小さなナイチンゲール、リーベ、クライネナ・ハチガルと様々な場面で引用されていた。今日よく知られている作品として、ホロビッツやアムランが好んで弾く十五の熟練のための練習曲十五、エイトゥーズ・ディバーチシティ作品七十二がある。イリーナ・ベレットが1970年に世界初の全曲録音を行った。 商品の多くは華麗で、ピアニスティックな効果を持ち、中でも、火花アップ36から6は、演奏会の終わりにアンコールとして弾かれる。また、4手のための、スペイン舞曲アップ12、1876年、出版は有名であり、フィリップ・シャルベンカが、独奏用、還元楽用に編曲している。バイオリン競争曲波長長アップ。 30と、ピアノ競奏曲補聴調アップ59のほか、三つの、還元楽組曲、アップ39、47、79、公共誌、ジャンヌ・ダルク・ジーン・ディー・アークアップ19など、より大規模な作品も残されている。彼のオペラ、ボアブディル最後のムーア人の王ボブディルであるツつモレンコニッヒアップ49は、グラナダの歴史を題材に取った作品で、 1892年4月21日にベルリン国立歌劇場で初演された。また翌年にはプラハやニューヨークでも再演されている。現在は演奏の機会に恵まれないが、当時数年の間はそのオペラのバレエの音楽は非常に人気が高かった。彼は1896年に3幕のバレエのラウリン・ローレンを作曲している。パデレフスキは モシコフスキの作品を聞いて、ショパン以降に、ピアノのために、どのように作曲すればよいかを心得ていた作曲家で、あると評した。モシコフスキは、基地に富む人物だった。ドイツの指揮者、ビルト・オー・ゾ・ピアニスト、そして作曲家であった、ハンス・フォン・ビューローが、自らの著書にこう記した。バッハ、バック、ベートーベン、ベートーベン、ブラームス、ブラームス。それ以外はバカ者。 くれれたたんだこれに対ししコフスキはしたメンデルスゾーン、メンデルスゾーン、マイアベア、マイアーベア、そして不、不傷しモシコフスキ、マスコウスキー。それ以外は、クリスチャン、クレティアンですね。自助伝を書いて欲しいというドイツ系アメリカ人の作曲家、エルンスト・ペラボからの依頼を受けたとき、モシコフスキは、後編等を書き送った。 もし以下の二つの理由がなければ、私のピアノ競争曲の楽譜を喜んで送らせてもらったのですが、第一に、それに価値がないこと。第二に、私がより良い作品の勉強に取り組むときに、ピアノの椅子を高くするのに、それが一番便利であること。その楽譜は400ページあるのです。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。